はい、皆さんこんにちは、テスです。今日は楽天カードで ETC カードを無料で持つ方法っていうのを紹介したいと思います。通常楽天カードは ETC カードを発行すると、税抜きで500円の手数料が発生してしまうんですね。優秀な楽天カードの中でもこの ETC カードが有料っていうのはちょっとね欠点っていうふうに言えるかなと私は思います。で、最初に結論から言ってしまうと、楽天ポイントクラブの会員ランクがプラチナ会員とダイヤモンド会員の方であれば、この楽天カードの ETC は無料で持つことができます。この楽天カードの会員ランクっていうところなんですけども、どういうタイミングで無料になるかっていうと、発行したタイミングでまずこの会員であるかっていうところと、あとは継続する時の請求月のランクで決定します。なので請求月にランクがこれより会員ランクが下になってしまったら、年会費が発生してしまうということになりますので、ここだけは注意してほしいなというふうに思います。ちなみに楽天カードは有料なんですけども、楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードという、上位のカードであれば、無料で持つことができます。なので、ETC カードも無料で安定して持ちたいというのであれば、こういったカードを検討していくといいかなというふうに思います。で、楽天カードゴールドカードが2000円で、楽天プレミアムカードが1万円という形になっています。で、ここに紹介しているカード以外でもプラチナカード、プラチナ会員、ダイヤモンド会員で無料になるカードというのがありますので、ちょっと画面に今出したいと思いますけども、こういった形でほとんど無料になりますので、それぞれのカードを持っている方でもプラチナ会員、ダイヤモンド会員を目指して無料にするという価値はあるかなというふうには思います。で、楽天カードのもう一つの注意点としては、家族カードに ETC 付帯ができません。で、通常のクレジットカードであれば家族カードっていうのをまず発行することができて、で、さらにその家族カードごとに ETC カードを発行することができますので、このあたりもちょっと少し注意点が必要なのかなと。また楽天 ETC カードは、利用するだけでもポイントが付与されますので、楽天カードを、ポイントどんどん貯めていきたいという方であれば、ぜひこれもお勧めしていきたいという形になっています。最後に、プラチナ会員とダイヤモンド会員の、達成ランクというところを確認していきたいんですけども、プラチナ会員は過去6ヶ月間で2000ポイント以上の獲得、かつ15回以上を回数で獲得する必要がある。で、ダイヤモンド会員であれば4000ポイント以上の獲得が必要で30回以上で、かつ楽天カードを保持しているという必要があります。この、2000ポイント15回以上っていうのは、何でもポイント OK かっていうとそういうわけではなくて、ポイントアップ対象の獲得っていうのがあります。で、それ何かっていうと、大体楽天市場で買い物したとか、そういった何かを購入した時に付与されるポイントっていうのは、大体こういったポイントアップの対象になりますので、ある程度しっかり楽天市場を使っていく方じゃないと、こういったランクは達成することはできないっていう風な仕組みにはなってます。で、楽天カードでプラチナダイヤモンドで無料っていう風になってるんですけども、ただこれだけのランクを達成できる方であれば、ある程度の利用金額もある可能性はありますので、で、楽天ゴールドカードっていうのは、だいたい楽天市場とかでも年間10万円以上使う方であれば、楽天ゴールドカードの方がいいっていう風に、計算上はなりますので、利用がある程度多い方はゴールドカードに切り替えて ETC カード無料で発行した方が効率がいいかもしれません。ということで、今回は楽天カードを ETC で無料で発行する方法という動画を紹介しました。はい、いかがでしたでしょうか。テスチャンネルではこのようにマネーやキャッシュレスなどあなたの人生にとってプラスになる情報を発信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。